皆さん、こんにちは。こんにちは。今回は、私たちにはない感覚、電気感覚を解説するぞ。電気の感覚？ビリッとするのは、電気を感じてるんじゃないの？いやいや、それは電流が痛いというだけであって、それとは違った感覚のことだよ。全然想像できない。そりゃ、人も鳥も持ってないからね。だから第六感とも言われる。しかし、電気感覚は存在する。有名なのは、ロレンチーニ器官だ。あ、サメが持ってるやつだね。そう、サメは電気感覚を持っている。そしてサメ以外にも、電気感覚を持つ生き物がたくさんいる。なんで僕たちにはないの？家庭の事情で電気を浴びてないから？実は私たちは、獲得していないんじゃない。なくした側なんだ。そうなの？なぜ私たちは電気感覚をなくしたのか、どんな生き物が持っているのか、電気感覚を持つと何ができるのか、この辺の進化をざっくりと解説しよう。細かい内容はこんな感じだ。で、例の儀式。はい、こんにちは。今回話題のサメ映画メグ2が公開されましたね。というわけで、電気感覚の世界を紹介します。サメにちょっと詳しくなって映画を見に行きましょう。それでは始めよう。かつて水の中に暮らしていた私たち陸上動物の遠い祖先は、今の私たちにはない感覚を持っていた。電気感覚だ。電流走る。電気感覚って電気を感じる能力ってことだよね。そう、音を聴覚で、光を視覚で捉えるのと同じく、電気を感覚として捉える能力を持っていた。まさに第六感。きっと私たちとは全く違う世界を見ているだろう。イメージしづらいけど、ビリッとくるのは違うの？あれは感電して痛いだけで、電気感覚とは違う。例えば、もし君が電気感覚を持っていれば、電波を感知できる。こんな感じのやつ。なんか知らんけど、かっこいい。電波って何なの？電気が発生するとできる、見えないフィールドだ。そういうもんがあるんだ。いいね。あ、はい。でも、電波を感じ取ってどうするの？例えば、相手の位置がわかる。だって動物は大体、電気を使っているからね。そうなの？例えば神経系。目で受け取った光という刺激は、神経を経由して脳に届く。電気刺激によって信号が伝達されるんだ。じゃあ大体電波ができてるんだね。それに、筋肉が動くときも、電波が発生する。つまり、生きてるだけで弱いながらも電波が発生する。じゃあ、僕たちにも電波が発生してるんだね。そして、電波を感知できるということはつまり、視覚や聴覚に頼らずとも、相手の位置がわかる。これを電気定位、エレクトロロケーションという。見えなくても場所がわかるの？そう、私たちが音や光でやっていることができる。電気もまた、世界の形を教えてくれるんだ。すごい能力だね。でも、なんで僕たちにはないの？陸上にいるからだと考えられている。空気は水よりも、圧倒的に電気を伝えにくいんだ。あ、もしかして、電気感覚持ってても役に立たないの？超鋭敏に発達すれば使えるかもしれないけど、だったら目とか耳の方が安上がりじゃないって感じで、自然選択という名の合理化により失ったと考えられている。持ってても無駄になるから進化的に不利なんだね。しかし興味深いことに、電気感覚を持たない魚もかなりいるんだ。そうなの？意味わからんな。そしてさらに、電気感覚を持つ哺乳類もいる。失ったんじゃなかったの？そこが興味深いところだ。そんなわけで、電気感覚の進化系統を見てみよう。まずは、どこで？という疑問に答えよう。光を受け取る器官は目、音を受け取るのは耳だ。では、電気を受け取るのは？持ってない感覚だし、ピンとこないな。もちろん、電気を受け取る器官がある。有名なのは、ロレンチーニ器官だ。サメだ。そう、サメといえばロレンチーニ器官だ。黒い穴がたくさんあるね。ここのことだ。実はサメだけじゃなく、いろいろな魚が持ってる。系統樹で見てみよう。魚類の祖先は、無顎類と顎口類に分岐した。顎のない魚もいるんだよね。現代ではヌタウナギやヤツメウナギがいる。どちらも細長い魚だけど、ウナギとは程遠いグループだ。細長い魚ってウナギと名付けられがちだね。今では圧倒的少数派の無顎類だけど、古生代にはたくさんいたグループだ。有名なのは、サカバンバスピスだ。日本一有名な無顎類。さて、実はヤツメウナギも、電気感覚を持っている。そうなの？サカバンは？サカバンはわからないです。ヤツメウナギでは、ロレンチーニ器官ではなく、
終末画と呼ばれる電気受容器を持っている。終末、かっこいいじゃない。なんか違うイメージをしてそうだけど、終末画ってのはこういうのだ。思ってたのと違う。なんかちょろっと毛が生えてるね。ここで電波を感知して神経を伝って脳に信号が送られる。さて、魚類はさらに軟骨魚類と甲骨魚類に分岐した。軟骨魚類にはサメやエイ、ギンザメがいる。ロレンティーに器官を持ってる奴らだね。終末画と形が違ってこんな感じにくぼんでて、その中に受容器がある。ロレンティーに器官って名前だけ有名だけど、穴になってたんだね。このタイプの電気受容器をアンプラ型という。実はロレンティーに器官の正式名称はアンプラオブロレンティーニといって、ロレンティーニさんが見つけたアンプラ型受容器なんだ。ロレンティーニって人の名前だったんだ。そう、1678年、サメの頭部に穴がたくさんあるのを見つけたんだ。その時は何なのかよくわからず、1960年代になってようやく電気を感知する器官だとわかった。そんなにかかったんだね。なお、サメが持つ電気感覚は極めて鋭敏だ。どれくらい？人が感電に気づくギリギリの電気の強さを基準にすると、サメはその100億分の1の電気の強さを捉えることができる。冗談みたいな数字。サメといえば血の匂いに寄ってくるようなイメージがある。実際匂いも組み合わせて獲物を探している。しかし獲物の近くまで来たら、嗅覚よりも電気感覚に頼って獲物を探す。その方が正確に位置がわかるみたいだ。なんかもう全然想像できない世界だね。そういえば、サメを追い払うのに電気が使えるって聞いたことあるけど、サメ的にはどんな感じなんだろう。単純に考えると、電池は魚より強い電流を放電するから、サメ視点だと、超でかい謎生物に出会った気分なのかもしれないね。そういう感じなら、びっくりして逃げてくれそうだね。でも、電池は1分ぐらいで放電しきるから、さっさと離れないと逆襲されてしまうぞ。というわけで、軟骨魚類のすべての目レベルのグループには、電気感覚を持つ魚がいる。では、甲骨魚類も見ていこう。確か、甲骨魚類から上陸した動物が出てきたんだよね。そう、肉鬼類だ。ヒレが力強い感じの魚たちで、私たちが持つ手足の祖先的特徴を持っている。シーラカンスとかハイヨがいたよね。そう、そしてさらに両生類や爬虫類、鳥類、哺乳類など四種動物が分岐した。そして面白いのが、シーラカンスやハイヨは電気感覚を持っている。電気感覚を持つ軟骨甲骨魚類はみんなアンプラ型の電気受容器を持っているぞ。そうなの？僕たちは持ってないのに。両生類との分岐後に消失してしまったんだ。さらに両生類の中の無鼻目も失っている。じゃあ、失ってない両生類もいるの？有鼻目のイモリやサンショウウオは持ったままだよ。さすがウーパールーパーさん。なお、両生類もアンプラ型を持つぞ。アンプラが主流なんだね。爬虫類とかが電気感覚をなくしたのはやっぱり上陸の影響なの？そう考えるのが最も合理的だろうね。それを裏付けるように、上陸してから再び水中に戻った哺乳類は電気感覚を復活させている。なんだと？カモノハシやハリモグラなどの単行類だ。ただし、アンプラ型じゃない。皮膚の痛覚や触覚を司る三叉神経が変化して電気受容器として働いているんだ。進化にありがちな使い回しが起きたんだね。カモノハシは上くちばしの溝っぽいとこにおよそ2万の電気受容器を持っている。ハリモグラは鼻の先に402千の受容器を持つ。あれ？ハリモグラって水中にいたっけ？ハリモグラくんは地上に最適応したらしい。まず、四種動物が上陸して単行類の祖先が水に戻り、さらにその後、ハリモグラの祖先が地上に戻った。意味わかんねえ。そんなわけで、祖先的な特徴が引き継がれているのかもしれない。今では土の中のミミズとかを探すこともあるようだけど、どのくらい機能してるのかはわからないことも多い。こいつらに常識は通用しなそう。そして、電気感覚を持つ哺乳類は単行類だけじゃない。ギアナコビとイルカで電気感覚が確認されている。イルカってことは？そう、ハクジラの仲間。つまり、水に戻った哺乳類だ。ほえー、水中生活してると電気感覚ある方が便利なのかもね。鳥は？残念ながら、私が知る限りでは誰も持ってない。そうなの？カモノハシが持ってるなら、カモとか持ってても良さそうなのに。確かにそうだね。もしかしたらまだ知られてないだけかもしれないし、そのうち見つかるかもしれないね。それで、他の甲骨魚類はどうなったの？
一部は電気感覚をなくしたって言ってなかった？そう、なくした。水の中にいるのに？まず、いわゆる古代魚のポリプテルスとかは、電気感覚を持っている。だけど、それ以外の蒸気類、つまり以降に分岐した魚類は、電気感覚を失った。なんでなの？よくわからない。有力な仮説は、非常に高い運動能力と引き換えに失った説だ。運動能力が高いとなんで電気感覚がなくなるの？運動能力の上昇には、軽量化が起きる。実際、電気感覚のない蒸気類は、皮が薄くなっている。ここで、アンプラ型の構造を思い出そう。穴の先で受け取ってるんだよね。そう、皮は電気抵抗が大きいけど、アンプラ型の穴は抵抗が小さい。つまり、ここに電気が集中して流れ込む。電気刺激を集めやすい構造になってるんだね。しかし、皮が薄くなっていくと、穴の深さは浅くなってしまう。もしかして、電気を集めにくくなったってこと？そうかもしれないという仮説だよ。まだまだ謎の多い部分だ。では、そもそも第六感、電気感覚は、どこからやってきたのだろうか。その進化を解説しよう。電気感覚は私たち陸上生物にはない感覚だ。そして魚類にはまだ、私たちが持っていない感覚がある。水の動きに対する感覚だ。水の動きって、水の流れとかそういうの？そう、側線器という場所で、水流や水圧、さらに振動も感知する。側線器はどこにあるの？体の横にあるよ。エラから尾まで、線があるよね。これです。模様だと思ってた。側線器は鱗に隠れている。鱗には穴が開いていて、そこから水流や水圧を敏感に感じ取る。だから周囲の様子がわかるんだ。群れの動きに合わせて泳いだり、餌の動きを把握できる。金魚すくいを攻略できそうな情報。で、この側線器、電気感覚とも関係がある。そうなの？側線器への刺激も電気受容器への刺激も、脳まで伝わるときに同じ脳神経を使っている。ってことは、実は側線から電気受容器が発達したんだ。元は同じなの？形を見てみよう。側線器では、粘液に包まれた毛が生えた細胞が、水の動きを感知する。波平型だね。さよう。ちなみに聴覚でも、毛のある細胞が振動をキャッチしているから、聴覚器と側線器の起源には深い関係があると考えられている。で、電気受容器の形はというと、こんな感じだったね。アンプラ型ってやつだよね。そう、サメのロレンチーニ器官で有名なやつだ。アンプラ型は穴の底にいるけど、毛が生えてるのは似てるね。実は形だけじゃなくて、個体発生の過程を見ても、側線器も電気受容器も、途中まで同じなんだ。そして、遺伝的な基盤も共通している。形だけじゃなくて、もっと細かいレベルで共通してることがあるんだね。ここでさらに、無顎類を思い出そう。ヤツメウナギは、アンプラ型とは違う器官を持っていたね。なんだっけ？終末芽だ。アンプラ型とは違う電気受容器だ。形はこう。あ、側線器と似てる。そう、側線器と似た形で、電気を感知する。つまり、中間的な特徴を持っているんだ。お？では、電気感覚の起源はどこなのだろう。系統樹をもう一度見よう。同じ無顎類でも、ヌタウナギには電気受容器がない。側線器はあるけどね。そして、ヌタウナギはヤツメウナギより早く分岐した。ということは、この辺りで電気感覚を獲得したと考えられる。その辺りの共通祖先が電気感覚を持ってたんだね。ただ、ヌタウナギとの共通祖先が持ってたんじゃないか説もある。つまり、ヌタウナギは電気感覚を失ったと考える説だ。なんで？わからない。単純に、ヌタウナギが持ってないのはおかしくない？って疑われているだけだ。要するに、この辺りに電気感覚の起源がありそうだけど、具体的な位置はまだ研究途中の段階なんだ。まだ研究が追っついてないんだね。そうだね。では、電気感覚に詳しくなったところで、最後に、電気迷彩について紹介しよう。サメはロレンチーニ器官により、獲物が発する電波を感知し、位置を特定して、捕食できる。獲物がこの先生き残るには、どうしたらいいだろう。生きてるだけで電波が出るんだから、どうしようもないんじゃない？生きてるから電波が出るなら、死んでみればいい。意味ある？それ。さすがに死にはしないが、近いことをする生き物がいる。イカだ。ほう。2015年、デューク大学のクリスティーヌ・ベドールたちは、イカの電気迷彩について実験を行った。電気迷彩？要するに、電波を手がかりにする捕食者相手には、電波を感じ取りにくくすればいい。音に敏感な相手には動きを少なくして、近
覚が発達している相手には退職を環境に擬態するのと同じだ。第六感でも擬態があるんだね。隠蔽という方が近いかもしれない。さて、研究者たちは、こう以下で調べてみた。まず、カニと魚、サメのシルエットが近づいてくる動画を別々に見せた。カニ？捕食者ではないものを見せたんだ。つまり、イカの捕食者と非捕食者を別々に見せて、イカの反応が変わるか実験したんだ。ほうほう。サメを見せたら逃げ出しそうだね。そう、墨を吐いて逃げ出すこともあった。ただし、34回の実験のうち、2回でしかやらなかった。え？じゃあ、残りの32回は？魚とサメを見せた場合に、凍りついたように動かなくなった。これはフリーズという行動だ。水を出し入れして呼吸することもやめてしまう。カニは？特にフリーズしなかった。ちなみに、この論文では実験の様子の動画が公開されていて、魚を見たイカが触腕をヒュンと引っ込める様子を見ることができる。かわいい。でも、動かなかったら食べられちゃうんじゃない？そうかもしれないね。それも検証しているけど、まずはこの実験の話をしよう。研究者は、イカの電圧の強さも調べている。そしてフリーズすると、イカからの電圧は、劇的に減少したんだ。動かないだけじゃなくて、電圧も減ったの？そう、これは電気感覚のある捕食者をごまかす行動なのか。研究者たちは、次の実験を行った。サメに対して、イカが作る電圧を再現する実験だ。サメ側の反応も見たんだね。じゃあ、イカがフリーズした時の電圧にサメが反応しなくなったら、フリーズには電気迷彩の機能がありそうだね。その通りだ。でも、どうやってサメに実験するの？うちは種目ザメ、カマスとガリザメを用意した。サメを用意した？捕まえてきました。すげえ。サメたちはでかい水槽で飼育され、その水槽には、電極が置かれた。この電極で、イカが危険にさらされてない平和な状態と、フリーズ状態の電圧を再現して、2種のサメの反応を観察した。サメが電圧に反応して、噛みつく行動はどれだけだったか。結果発表。違いは劇的だった。平和な時は、シュモクザメでは約 80%、トガリザメでは約 50% が噛みついた。一方、フリーズ状態だと、半分にまで減った。そんなに？そう、毎回ではないが、フリーズ行動はサメを騙すことができたんだ。本当に電気迷彩じゃん。でも、なんでサメによって違うの？それは単純に時間の違いのようだ。何にせよ、イカには電気感覚に頼る捕食者を騙す行動が進化してそうだ。僕たちのわからん感覚の世界でも騙しがあるんだね。イカすごい。という結論が出たところで、今回の内容をまとめよう。今回は、私たちにはない感覚、電気感覚について解説したね。電波を感知するとか、どんな感じなんだろうね。想像もつかないよね。電気感覚で最も有名なのは、おそらくサメだ。ロレンチーニ機関と聞けば、なんか聞き覚えのある人も多いだろう。奴らは、私たちにはない感覚で世界を見ることができるんだ。電気感覚って、別の感覚から派生したものなんだよね。魚のあれ。即戦機だね。水の流れや水圧を感知する機関で、形態的にも発生的にも、ここから電気受容器が分化したと考えられている。そして、電気を感じる能力は、私たちの遠い祖先は持っていたものだ。上陸して失ったんだよね。空気は電気抵抗が水中より大きいから、電気感覚があんまり意味ないんだっけ？そうじゃないかと考えられているよ。ただし、再び水中に戻った生き物たちの中には、電気感覚を再獲得したものもいる。カモノハシやハリモグラ、ギアナイルカがその例だ。魚のまま失った奴らもいたよね。そう、今の主流グループである蒸気類はほんの一部を除き、電気感覚を失った。その理由は、機動性とのトレードオフかもしれない。まだ謎が多いとこなんだよね。ところでさ、電気と魚って言ったら、電気ウナギじゃないの？ふふ。近いうちに解説予定です。今回の電気感覚と関係ある話だから、続編的な感じでまとめる予定だよ。チャンネル登録して待っててね。ということで、今回はおしまいにしよう。ここまで、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録だけじゃなく、高評価もしてくれると嬉しいです。それでは、また次回お会いしましょう。また見てね。